の名前はデジタリックス・フラシスカ・ソフィーって呼んでね。最近の GTV、 ギャグのテンションがめちゃ高いと業界でもっぱらの評判ですの。そこで好評にお答えして、ソフィーのダジャレコーナーと勝手にコーナーを作ってしまったいけない私。まずはダジャレその1。白鳥が風邪をひいたんですって。ハッヘクション白鳥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 と今のは何？気にしない気にしない。ダジャレその2よ。空からスズメが落ちてきました。さてどんな音がしたでしょう。小鳥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 。オチを先に言わないでちょうだい。もうと言ったわけで、今月は予定を変更してギャグは控えめ、真面目路線で迫ってみたいと思います。まずは新コーナー、 GTV のゲーマーの記録にあなたが挑戦、記録にチャレンジのコーナーです。インドマン、プレー中にいきなり規制を発し相手のミスを誘うのが得意。カレーが切れると弱くなる。ぼんよよインドマンだよ。インドマン野球ゲーム大好き。だからホームランナイターでお前らの挑戦を受けて立つ。ちさーてルールだ。スペシャルチーム相手に1イニング何本のホームランが打てるか、どのイニングでもいいです。ハンソン、よし、このイニングは打ってやるぞ。まったいしけ、あっとこれいったか、よし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 、入ったね。とりあえずまず1本ね。この調子でもうちょっと打ちたいもんだね。はいはい、歩いてますよ。よし、次のバッターで2本目を軽く稼い、ヘランのだな、これ大丈夫。ちょっと弱いかな、これは。ギリギリ。あ、バックスクリーンに入っちゃって。とりあえず、これで2本目と。ね、こうして、どん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 打ってく。バッターギアン、こいつはね、ホームラン、硬いね。あれ、ちょっと弱い。よし、バッターギアン。よし、こいつは4番だからね、打つんだね。ワンアウト。よし、あ、ちょっとこれはファウルか。カッカッ。入った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 。お、早くも3本目。楽しいな、ホームランライターは。なんて楽しいゲームなんだろう。みんなも買ってね。よし、次は隠れよう。これは、置いたから。あ、連続ホームランで4本目だ。これは10本くらい打てそうだな。よし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 、いい調子いい調子、この調子でバンバン行きたいもんだ。よし、アヘ、タッ、これはちょっと弱いな。あ、悔しい。まだまだ大丈夫、ツーアウト。よし、伊藤。ショートフライ。インドマンの記録は1イニング4本。寒い気候が肌に合わず彼としては不本意な結果であった。歌舞伎町シスターズクラブ、アマドレスからミスター X が直々にスカウト。日本初のニューハーフゲーマーだ。ゾウの鼻はパンパン、アケミちゃんです。ゲームをやるのはいつも私だけ。ルミ君はいつも横で見てるだけ。それでギャラ同じヨンノちゃん。そんなこと言わないで。今日のゲームはパチオくん2、これが私たちのチャレンジゲームよ。アケミ頑張っ。よし、打ち試しちゃうぞ。さてルールよ。ニコニコ店で2台連続プレイ、2台の合計得点を競うわけ。どの台を選んでも自由ね。優しいでしょ。このゲームのポイントね、
これやっぱ釘見ることなのね。うん。ほら、いろいろ釘見れる。ここの釘がポイントよ。なるほど。さあ、この台はなんだか知ってる？この台、あ、ニュートン台だ。あなたテレビの画面見て言ってるでしょ。これじゃない？飛行機台の一種なの。ほら、今羽が開いたでしょ。あ、本当だ。1に入ると1回、2に入ると2回開くの。2回開くのね。でもね、これ普通の飛行機台と違うんだよ。あら、どこが？これね、磁石になってるの。ほら、どこが？どこが？くる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 回ってるところがあるじゃない。うん。あ、あれだ、赤いとこが磁石になってるのね。そうそうそう。これがね、うまく羽根から入って、磁石に食いついて真ん中に行くと、なんと18回もバッコンバッコンしちゃうの。開いちゃうの？バッコンバッコンバッコン。すごいすごいすごい。すごいでしょ？これ大好き。あら、打ち止め。打ち止め。はいはい。バッコンバッコンバッコン。ルミカこれ知ってる？37台。さあや、これね、お数字が並ぶといいの。うん、とっても得意なのルミカこれ。あ、そうなの？これね、9と9ほら両端が揃ってるでしょ？うん。これね、結構そろそろ来そうな感じよ。あら、両端が揃うと出目なわけね。まあ、それがルミコの勘っていうやつ？ほんと？うん、絶対絶対。これは、どこに入れば数字が動くの？あのね、ほら真ん中のところ。あそこに、ほら今動いた、今動いたでしょ？あ、9、9！あ、やった！揃った！バッピー、バッピー！打ち止めよ、もうすぐ。やった、打ち止め。ねえねえねえ、これでさ、缶詰とさ、あとさ、パンティーストッキングでしょ？こら、こら、景品は、なーい。うん、なにそれ？あけみちゃんの記録は2台合計でたったの 18,769 発。ミスター X、 磨き抜かれた肉体から繰り出されるシコテクはまさに芸術品。彼こそゲーム国宝だ。ミスター X だ。 X が一番気に入ってるアクションゲーム、それはロックマン2だ。チャレンジステージの前に各ステージの見どころを紹介しよう。まずはこの面、バブルマンのステージ。この面の特徴というのはズバリ海の中だ。水の中だから動きが悪い。この動きの悪さをどうカバーするか、それが君たちの腕の見せどころというわけだな。次のステージ、エアーマンのステージ。このステージは下に落ちたらそれで終わりだ。このステージをクリアするポイントとしては、決して急いではいけない。急いだら君たちすぐにやられてしまうからな。じっくり足場を固めて進むことがポイントだ。そう、この面はクイックマンのステージ。この面の特徴はとにかくスピードが大切だ。モタモタしてるとすぐにやられるぞ。急げ急げ。この面はウッドマンのステージ。とにかくこの面は大きなキャラがたくさん出てくる。どいつもこいつも手ごわい奴らばかりだからな。やられないようによーく狙って、その敵ごとのポイントをなついてやっつけるんだ。この面はヒートマンのステージ。この面のポイントは足場が出たり消えたり、そのタイミングをよく見計らっていくことが大切だぞ。タイミングの取り方はもう各自でやるしかないな。 X は3回ぐらいでこのタイミングを制覇した。メタルマンのステージ。このステージはとにかく足場が動いている。ぴょんぴょん跳ねながら進むのが攻略ポイントだ。敵も結構複雑な動きをするからな。敵をよく見てやられないように進むことだ。フラッシュマンのステージ。コボスはそんなに強くないかな。足場がツルツル滑る。自分の思ったポイント